広島、西川龍馬外野手が保有する国内フリーエージェント FA 権の行使を決断したことが13日、分かった。球団にはすでに意思を伝えており、申請期間最終日となる14日に正式表明する。宣言後の残留可否については話し合われておらず、退団となる見込み。左の好打者をめぐっては、オリックス、ソフトバンクなどが興味を示しており、争奪戦になるのは確実だ。西川はこの日午後、マツダスタジアムを訪れ、約2時間にわたって、自主トレに汗を流した。人に着く際には、悩みました。今日は何も言えないです。明日話をするので、待っていてくださいと話すにとどめたが、球団にはすでに権利行使の意思を伝えている。敦賀気比から社会人野球の王子に進み、15年ドラフト5位で入団。高打の内野手として1年目から開幕1軍を射止め、16から18年のリーグ3連覇に貢献した。19年に外野へ転向。悪球をしぶとく、ヒットゾーンへ運ぶなど、巧みなバットコントロールに定評がある。8年目の今季は、夏場から終盤にかけて、右脇腹痛による離脱があったものの、2年ぶりに、規定打席に到達し、出場109試合で、リーグ2位の打率、305、9本塁打、56打点をマーク。47試合で4番を務め、5年ぶりの、クライマックスシリーズ進出に貢献した。球団は、打線の中核をなす主力の異流に努めてきた。2日にあった残留交渉では、今季年俸1億2000万円から大幅増となる3年契約で、総額6億円を提示したとみられ、西川は、思った以上にいい条件でしたと語った。だが、宣言後の残留可否については話し合われておらず、権利行使で、退団の流れは避けられない。通算2970打席で打率299を誇る左打者をめぐってはオリックス、ソフトバンクなどが興味を示しており FA 宣言を受け本腰を入れて獲得に乗り出すとみられる。今後争奪戦に発展するのは確実な情勢だ。昨季は取得した権利を行使せず単年契約で残留を決断。決め手を問われると、新井さんですと即答し、就任したばかりの新監督の名前を挙げた。かねて、違うリーグで力を試してみたいという希望を持っており、自らの信念に従って、諸子を貫いた格好だ。